はい、今回はこんな感じのテキストをパスに沿って動かすアニメーションの作り方をご紹介していきます。まずベースとなるレイアウトを用意していきます。テキストで打ち込んでいきます。そしてコントロール D でもう一つ複製します。下に移動し、打ち替えていきます。そしてアイコンを配置。さらにコントロール D でテキストをもう一つ増やします。こんな感じでベースとなるレイアウトが完成しました。ではこちらを動かしていきます。まず一番上のテキストから選択してペンツールでパスを書いていきます。シフトを押しながら直線。そして例えば。こんな感じとしてみます。テキストを開いて、パスオプション、パスからマスクを選択します。すると、こんな感じの項目が出てきます。このマージンを動かすことで、テキストを動かすことができます。最初の決め打ちにキーフレームを打ちます。すると、こんな感じのアニメーションとなります。F9 でイーズもつけておきます。さらに、モーションブラーも入れておきます。こんな感じですね。同じように下のテキストも動かしていきます。選択してパスを書いていきます。こんな感じをしてみます。同じようにテキスト、パス、マスクを設定し、マージンですね。決め位置のキーフレームを打ち、動かしていきます。そしてイーズ。モーションブラーにもチェックを入れます。そして三つ目のテキストですね。
3つ目は反対から流れてくるようにします。で、動きも少し変えていきます。ざっくりですが、こんな感じで波打つ感じですね。そしてパス、マスク、マージン。こんな感じでテキストが反転してしまうようなときは、この反転パスをオンにします。すると、こんな感じで上に来ます。そして F9 のイーズと、モーションブラのチェック。こんな感じですね。そして最後にアイコンの出現アニメーションをつけていきます。アンカーポイントを下に移動します。そして S を押してスケールにキーフレームを打ちます。縦横のリンクを解除して、縦のみ0、でこんな感じで伸びて出現するような感じですね。 F9 で Ease、 時間を調整していきます。U を押して全てのキーフレームを表示させます。そしてアニメーションのタイミングを調整していきます。そして同じくモーションブラですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。